はいどうもこんにちは、フォルスです。はい、テイトコです。で本日もね、ワールドウォーシップ分艦隊実況の方を進めていきたいと思います。はいはい。ね、今回、僕が使う艦が日本のティア6の駆逐艦の6つ機でありまして、船体の改造も C まで終わったのでね。あ、火器類が、火炎が終わってない、そう、手法とかは、そうですね、手法と完成装置、射撃完成装置の方はやってないんですけど、まあ日本駆逐ならそこまで困らないよねっていう、まあ、ほとんど撃たないし、まあ早めに初春に、まあ、でもあれ早めにっていうかね、手に出たいっていうのは、発射速度上がんなかったっけ。発射速度がプラス 5.9、 まあまあまあ、まあまあって、まあでも撃たないしなっていう感じなんですけど、で一応あのなんだっけ、艦長のスキルの方がね、特殊スキルで管理まで進めることができたので、一応ここはつけましたね。まさか、管理、ん？管理？あ、3段階目か。うん。あ、はいはい。3段階目で手とか何使ってる？3段階目多分管理じゃない？あ、違う。え？あ、違う。魚雷捕捉範囲入れてるなんか。魚雷捕捉範囲の方、これ どっちがいいんだろうな。いやでも警戒だから多分こ、でも駆逐艦ってそんな魚雷、あ、これ警戒、あなんかミスってるだけだこれ多分うん、ミスってる。どう考えても消耗管理の方がいいわ、まあ、こっちの方がいい気がするよね、あの消耗戦になった時にね。でまあこれ多分一つの艦で一人の艦長を固定するっていうよりも、どっちかっていうと艦長を乗り換えて使っていった方がいいのかな。別に固定ってか、別にそのまま駆逐ルート進めていくなら一人ずっとダーって育ってた方がいいし、方がいいよね。あのミニカズだっけ、ティア5の、うん、あれの時の艦長ね、あの結構溜まってはいたんですけど、プラス5もあるし彼をムツキに入れればよかったんだけどまあ今更だね、もうしょうがないからムツキの方も育ってきちゃってるし、まあだから古高まで行ったらこの茂る井の頭茂さんをまあ育てて、この5の艦長スキルがかなり強いやつがあると、隠蔽処理専門家、あ、それだね、これがものすごいですよね。非発見率マイナス 10%、 まああのもともと日本駆逐艦隠蔽性が高いんで、まあこれがつくことでさらに捕捉されずに魚雷とかを狙っていけるっていうようなところもありますし、訓練コストが4必要なものに関してもなかなか最後の抵抗とかかな、結構出るらしいよね、これすごいね、初期破壊されても、うん、なんか 7,8 割ぐらいは出るって聞いたけどね本当かどうか知らんけど、ねえ、舵取り操作が機能停止した場合も移動転打が可能になるって、どうやって船動いてんのっていう話ですけど、まあいろいろと応急だとか人工操だとかいろいろとあるんだろう、人力操だか、うん、まあそこら辺どういう扱いなのか分かんないけど、まあ考えられるのはいくつかあるよね、うん、まあそういうあの艦長スキルっていうのを考えつつやっていきたいと、まあ、すいません前置き長くなりました提督の方、まあ今回はとりあえず初春かな、はい、ムツキでもいいんだけど、まあとりあえず初春いるし、出して、まあ、出してなかった気がするし、ティア7かな、7だね、そうだね、一応開発がね、あと魚雷だけ残ってるんだよね。魚雷、初春の強化魚雷は範囲は変わんない、射程は変わんないんだ、速度が上がる、そう、速度と威力が変わるんだね、うん、まあ一応船体と完成装置は終わってるんだけど、なるほどなるほど、まあ、まあ、ムツキとしないにはそこまで困らないかな、レベルにはなってるからいいかな、そうですね。じゃあ、ごめんなさい、分割隊を組んでなかったっていうかはい、インバイトします。ちょっと待ってね、はい、はい、じゃあ、早速戦場の方に足を踏み入れていきたいと思います。マップの方が火山、あ、まあ、火の地かな、火の地だね、火山じゃない、火山じゃないね、火の地ですね、提督も入ってこれたんで早速やっていきたいと思います。まあ、火の地の大きなところというのは小島に出るか、まあ割と開けたところで戦うかと、まあ右か左か、そういうことですね。
ことなんですけど、まあ、今回は、スタートした場所が左側なのでね、まあこの開けたところで偵察をしつつ狙えたらこっちに出てきた戦艦に魚雷を当てに行くっていうような形で行ってみたいなと。それはいいんだけどさ、味方が来ない可能性高いんですけど、これマジでだって結構な間がなんか右側方向に移動し始めてるんですけどっていう。だから適当になんか敵見つけるだけ見つけてちょっと逃げた方がいいかもしれないよっていう。了解了解。まあいざとなったら6の E とかから右側に旋回して進行方向左側ですけどね、そこでうまく相手の横っ腹をまあつけないだろうね。空から見つかってる剣についてまあここはもう無月の見せ所だよね。まあ対空はね、でも戦艦とかに撃たれ始めたらもう見せ場どころじゃなくなるけどねだいぶ相手も固めてきてる。あ、駆逐艦が前から来てます。腹がった撃ち合ったら辛くねえか。まあ2隻いるから合わせればどうなんだろうね、とこあるけど。撃ち合いたくないな。無理しない方がいいでしょう。発見するされたくない。いやもう発見されてんだ。てかわざわざ戦闘機の方に近づいていかんで撃たれてるし当たらん、まあ、そっから修正してくるでしょう。あ、でも巡洋艦がうまく援護してくれてるっていうのが大きいですね。ああ、なんだかんだ来てくれたんだ、うん。あ、煙幕張ったね。裏から攻撃を受けた。あ、戦艦も一応前には出てきてるっちゃ出てきてる感じないですね、相手側の。あー敵か。発見されてるんだよな、うん、あ普通に打撃いんのか、そこに。ただまあこの場所で相手の駆逐艦に煙幕を使わせたっていうのはそんなか結構大きいんじゃない。まあ後々響く可能性はあるけど と思ったら、ちょっと待って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 待て、撃たれてるな。いや雷撃やからどうせ駆逐艦なんて狙わないだろうと思ったら狙われたまあ当たんなかったけどさ。あ、当たんなかった、うん、普通に避けた避けた。大丈夫、撃たれまくってない。いや当たんない当たんない。油断するなよ、だいぶ近くねえかなんか不思議と当たんない。まあ標準ガバガバなのかねまあ、距離もあるし、さすがに戦艦13機とにはね、そう簡単には当たらないです。でも戦艦だと一発ワクチンとかちょくちょくあるからね敵の駆逐の動向わかんねえな。そうだね、まあ、しばらく睨み合いなのか。ニューメキシコに近づくにしてもちょっと日本駆逐艦2つだとっていうか、まあ普通にトリコラーに集中さ受けるだろうからな。うーん、まあ、適当に遠くから魚雷ばらまいとく運にはいいんだろうけど。そうだね、コロラドかちょっと動いてみるか。ニューメキシコ狙い、ニューメキシコ相手に一応魚雷を、まあもう10キロだからほとんど当たんない前提で、まあ、ばらまくだけばらまいとこうか。うん、まあ、多分進行方向が前なんで避けるだ、普通にテンダーされたら速攻終わりだからねただニューメキシコとしてこの魚雷が飛んでくるっていうのはだいぶ怖いと思うんですけどね。近くを通ればね、その前になんか傷がついてテンダーしてなんか知らんところを通り過ぎていったとか言ったらどうしようもないんだけど。パラカットが見えない。発見された？いや、されてはない。いや、俺はされた。された？あ、ファラガットいた。ファラガット。お、命中した。ナイス。2本当たった。いいね。おっと、クリーブランドから来た。これで、多分ニューメキシコも、うん、おい、それと砲撃戦に、いや、思いっきり出せないんじゃないか。ニューメキシコも標準俺なんですけど。マジでちょっとニューメキシコ相手にまた魚雷を狙っていきます。はいはい。もう僕はこの位置で見つかってないという
結構美味しい状態なんで。てか俺がさっきファラカット近かったからね。相変わらずファラガット見失ったなぁ。あれうろうろされても嫌なんだよな。クレーブランド、クレーブランド、おっとこれ当たるんじゃない。また発見されたぞ俺は。と思ったらクリーブランドも近いのか。クリーブランドがもうすぐそばにいる。うん、普通に5キロのとこにいた。後方から魚雷、あ、そっちね。危ね。お、ウヒー、エンマか、箱え耐えといた方がいいなとか言ったら、なんか気づいたら撃墜してるしあ、魚雷が当たった。あ、マジで遠くのコロラドにああ、そっちなの。うんほんとそっちなのって感じだよね。まあ、まれによくあるっていうか、まあ、ちょくちょくあるけど、まあ、やっぱ、日本の魚雷は外れか外れた、みたいな。だいぶ魚雷が寄ってったってか、押しかけてった感じはあったなっていう。まあ一応2隻で撃ってった。うん、うん、あの魚雷は誰が撃ったんだ。あの敵魚雷はファラガットじゃないのかな。ファラガットかな。なんか割と早い点で消滅してるし、うん、ファラガットっぽくない。じゃあまた僕コロラドに撃つ。魚雷仕掛けてみますかね。うん、俺も射点につき次第じゃ撃つか。了解です。あ、ちょっと位置関係微妙だな俺まあこれは別に当たんなくても。じゃあ俺はばらまいとくか。いいんだけど。あ、ちょっとごめん。あ、魚雷来る。大丈夫大丈夫、気をつけてね。あ、オッケーオッケー。それよりノースカロライナ、カロライナとクリーブランド処理した方がいいのかな、うん、だいぶ回り込んできてるね。あ、ファラガットもいるし。あ、出てきたね、ファラガット。どうしよう、撃つべきか撃つべきか撃たないべきか。やっとノースカロライナ、あ、ほうね。うん、そうそうそう、とっとと潰しちゃいたいからさ、見つかるリスクを犯して潰すべきかっていう問題ね。よし、魚雷、あ、よし、オッケー、撃沈。あ、撃沈？うん。あ、ちょっと位置間違えたな。発見された。いや、これで、うん、後ろに備えてた、さっき沈めたなんとニューメキシコかな、それがなくなったんで、結構このノースカロライナと、あとこれは何て読むんだ、ミハイル・クトゥゾフ、ミハイル・クトゥゾフ、ソ連重要、ソ連の艦隊かな、まあこいつが結構なんていうか窮屈な動きになるんじゃないかなっていう希望もあり。ノースカロライナ撤退中？多分撤退してる。ちょっと狙っとく。クトゥーゾフさんの前に出ちゃったスカロライナにも当たれっていう乱暴込みで。ただファラガットが生き、あ、いや、ファラガットもう沈んでるんだ相手の。あ、沈んでるね。俺はクトゥーゾフさんにとりあえず一発ばらまいとこう。ふいふい。じゃあもうノースカロライナ相手に俺は貼り付けるんかな。まあそうじゃない。ちなみに空母さんが見えてますよ狙いたいものだ。俺の画面ですと、あの、多分これすごくうまくいけばこのままノースカロライナに魚雷当てて食えるんですけど、まあ別にいいんじゃない、やるならやっても。多分クトゥーゾフに返せるかな。多分持っていけないかな。多分3本当たるはずなんだよなこの位置。まあ別に無理してもいいんじゃない、全体としては勝ち見えてるし。うん、よし、もう一気に近づいて沈めに行きますか。おー、入った。まあ一発で沈む、一斉車で沈む可能性あるから、それさえなんとか。そう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 、
おお、一気に減った。やっべ。適当に支援しとくかな。ただもう魚雷は当たるから。あ、当たるね。うん。よっしゃい。撃沈。いいね、これでクトゥーゾフかな。それか戦艦かな。戦艦の方行った方がいいかな。まあ、僕もかなり体力失われてるんで。クトゥーゾフね、地味にエンマ買ってくるからめんどくさいんだよね。はい。従順なのに、おっと空から見つかった。ただもうこの展開はよほどヘマしない限り負けることはない。あ、てか空母かな。空母いる？空母多分さっき12の G え違う HI あたりになかったっけ？そっち行ってみようか。うん。そっちが多分ガラ空きじゃない？なんかそっち方向から艦載機が来てそうな雰囲気はあるんだけど。うん。まあかなり味方も守りに入ってる印象が。守りってか押し込められてたからね。ああ、カウンター成功っていうイメージか。押し込められてんのを押し返してたとか、敵が攻めてる最中に消耗してった感じじゃないかね。うまく分断できたし。おっと、来るか雷撃。見つかってる？いや、これは帰ってる途中のあれかな。見つかってる普通に。多分敵の航空機の移動先的に俺のルートをこのまままっすぐ行けば空母がいるはずなんだよ。で、ああいるわ、うん、天城さんと地味に天城さんが地味になんか嫌な位置にいるんだよな。飛竜がいますね。飛竜か。おっと、急降下バッキー、これは来るな。来れる。じゃあ、いや来るなっていうか、急降下バッキーが俺のとこに多分来るぞこれはっていう。うん。じゃあ気づかぬうちに。よし、回避。回避をした。急降下爆撃の回避が分かんないな。俺とりあえず蛇行してればなんか外れるんじゃねってあれでやってるけどね。へえ。まあ運だと思うけどね。もうこれで俺は飛竜に別に見つかっても問題はないから。で、完全に艦載機が俺の上通ってるからさもうそっちスルーだよね。空母何キロ圏内で言うとこかな。 3か多分ここでスピード上げてくると思うんだよな。俺は今6キロ圏内、6キロ入った。まあ適当に多分関西機は俺のとこ来るだろうから。あ、そっち行ってる。来てないね。ただここでうっと、ちょっと待って、天出して天城から来た。天城から来た。雷撃もこっち来た。こっちも撃っとくかね。うん、こっちも広めでばらまいといた。とりあえず俺も撃ちました。どうだ。あ、いや、もうこっから先は砲撃していいのか。どうせ見つかってんならね。うん、まあ一回退避するなら別だけど。しかし位置関係いい感じに撃ったな。当たるかどうかちょっと微妙だけど。あ、普通に射程がある。天城さんがちょうど岩場で撃てない気になってる。あ、そっか、もう張り付いちゃっていいのか。そうだ。なんか変に無駄な動きをしてしまったな俺。魚雷広めに撃ったから外したな。俺もうまく狙えてたと思うんだけど。あ、一本だった。お、いいね。あともう砲撃で。浸水止められた。よし。いいね。最後砲撃でいただき。で、天城さん行きますか。行きますか。でもこれさ、上空に艦載機がさ、残ってるからさ、そう、発見状態が維持されるんだよね。俺がまだ発見されてないっていう、結構。え、そう、されてるでしょ。されてる。あ、今された。マジか。じゃあ、魚雷行きますか。魚雷撃っとこう。ごめん、それどころじゃなかった、こっちは。マジで大撃機が、あ、でも撃てる撃てる。えっ、さっきからさ、撃墜なんかもう3機目なんだけど、そんなに初春、だいぶ飛ばしてるね。初春、そんなに良くないぞ、対空性能。てか、一回、
ちょっと今かかって対比とかをあんまり旋回手に打ちまくってもしょうがない。てか止まったね。止まったか。天城止まった。あ、てかそっちで発見維持してくれてんなら俺は煙幕射撃やるわ。あ、でも味方の関西機が撃ったね。あー、多分これ。あ、持ってかれた。あ、もう、え、沈む？うん、あの戦艦の一斉射でちょっと油断してたかなっていう。あー、何、そっちが沈んだの。うん。あ、マジか。いや、俺は煙幕の中とりあえずこもってるわ。ほいほい。あ、見えなくなった。勘で進行方向敵の勘で撃ってるからさ、煙幕で見えなくなっちゃったから外した。そこが向こう煙幕の魚雷どうする。とりあえずここでばらまいて逃げる。止まって、ちょっと待って、ちょっと待って、そっち、これ煙幕から出たら速攻で見つかるからな。うん、この距離なら回避されないでしょう。はい、トンズラ、さあトンズラ。あ、そうか、もうラスト旋回一石だから。おーっと、来たー。おー、まあ、あー、でも加速回避されたね。まあ警戒するか、さすがに。やっぱティア8まで行くと上手いっすよね、プレイヤースケルというか。まあ、てかここで警戒しなかったらさすがにカモすぎるってのは分かんないけど。そろそろ攻撃やめかな。うん、あとはとりあえず敵の視界外から魚雷ばらまきながら。そうだね、もうこ、あ、まだ見つかってるんだった、忘れてた。おお、セーフ。ここまで来るとあとは味方のね、攻撃で沈めてもらうのを待った方がなんか建設的かもしれない。一人で挑むより、まあ無理はしない方がいいよ。うん、だからあとはもう見つからない、見つかる範囲に俺は行かない。でもあれ、敵の空母の艦載機残ってるとこに移動してんだよな、あいつ。それが嫌なんだよな。まあもう時間なんだね。これ多分ポイントで勝った方がもう勝利だよね。ああ、ということで、魚雷間に合う、30秒あるか。多分ね、引き分け、このゲームどうなんだっけな。このシステムだとどうだったっけな。あんまそこで覚えてなかったりするよね。あつか俺、砲塔引き壊れた。味方の空母の艦載機もだいぶ消耗してるな。ね。ああ、全滅した。多分これこのまま味方の戦艦も沈めきれないような気がするんですけど。意外とでもバイタル抜くと、ね、抜けば減るから、うん、そこら辺はちょっと何とも言えない。あ、でも無理だね。さて、このルールだとどうなんだっけな。多分勝利になると思うんだけどな。勝ちだね、音楽。うん、はい、勝利ですね。はい、ってか俺43発も攻撃したって言ってた。本当だ、無駄に打ってるわ。あ、でも俺スコア取ってた。まあ2隻沈めてるからね。うん、魚雷2隻、魚雷が6本か、6本命中。これは多分魚雷は2とか3じゃない？あ、魚雷3か。俺は砲撃43の魚雷3の撃墜3。まあという感じでね、かなりいい戦いができたんじゃないかなという。本当にあの戦艦に対する理想的な立ち回りみたいな。2人で魚雷ばらまいて。理想的は言い過ぎな気がしないでもないけど、魚雷ばらまいてたからね。シリさんが反応されました。ということなんで、こんな感じで。